スノーマン、NHK 紅白歌合戦は廃止にするのが筋である。ジャニーズ事務所の天下を支え続けた NHK の滞在を問う。NHK と大手事務所との黒い噂、ところが、この紅白歌合戦の人選の不透明さがしばしば物議を醸してきた。ちなみに、ジャニーズ事務所からは例年5から6組が出場しており、昨年はキンキキッズ、関ジャニ∞、キング&プリンス、ストーンズ、スノーマン、なにわ男子と、白組22組16組を占めた。一体、選ぶ基準は何なのか、CD などの売り上げなのか、アーティストとしての実力なのか、人気なのか、キャリアなのか、NHK の音楽番組への貢献なのか、曲の音楽上のカテゴリーなのか、さっぱりわからない。だから、NHK のこの番組制作者とジャニーズ事務所など大手の音楽事務所との黒い関係の噂が絶えなかった。にもかかわらず、一旦この番組に出演すれば、曲の売り上げも上がるだろうし、公演での観客動員も違ってくるだろうし、テレビ番組への出演の機会も増えるだろう。アーティストの将来は NHK の番組担当者とジャニー氏のような大物との談合によって決まるとも言える。